先ほどフラック先生に戻りましょう。フラック先生はですね、私たちの人生にはですね、3つの価値領域があるというふうに言っておりまして、これもですね、資料5の下の方にありますね。創造価値、体験価値、そして態度価値という3つがあるというんですね。創造価値というのはですね、まあ、典型的にはですね、大村聡先生がエバーメクチンをこのようにもたらしました。山中伸弥先生はですね、iPS をもたらしました。レオナルド・ダ・ヴィンチ、今ダ・ヴィンチ展がもうちょっとあるんですが、もう少しでありますね、県立美術館で。ダ・ヴィンチがモナリザをもたらしました。アインシュタインがですね、相対性理論をもたらした。要するに今まで全くなかったですね、新しいその価値をですね、このようにもたらすということ、これはまあ典型的な創造価値なんですけど、しかしそれだけではありません。私たちがですね、毎日仕事をしてですね、それによって生み出されるもの、あるいはサービス、これのですね、恩恵を受ける人がいればですね、それが全て創造価値になるということですね。体験価値というのはですね、例えば自然遺産、世界自然遺産、文化遺産を訪ねてですね、ああ生きててよかったという、そういうふうな体験ですね。あるいはですね、去年のですね、このラグビーのワールドカップでですね、日本代表がね、南アフリカで歴史的な勝利を飾ったという、あれも体験価値ですし、オリンピックとか世界選手権、ワールドカップでゴールドメダルを取ったということであればですね、それも体験価値になりますね。あるいは被災地にボランティアで活動で行くと、その時はですね、ボランティアを受ける側も、それからですね、ボランティアを提供する側も体験価値を味わうことができますし、でボランティアを提供する側はですね、実は創造価値も生み出しているんですね。ところがですね、例えば寝たきりになっちゃってですね、この創造価値と体験価値の機会を奪われている、そういう人がいたとしてもですね、その人たちにもですね、実は態度価値っていうのはですね、万人に平等に与えられているということです。態度価値ですね。先ほどのタリアさんですね、彼女はもう自分のですね、命がそんな長くないっていうのは分かってたかもしれませんね。にもかかわらずですね、他人のことって言いましょうか、勝利がのために何かをしたいというその思いがですね、あのタリアレガシーファウンデーションにつながったわけです。だから態度価値を見事に発揮したということになります。皆さんはですね、ベートーベンのですね、交響曲第5番運命っていうのをですね、聞いたことがあると思います。ちょっとですね、ちょっと聞いてみましょう。する前にですね、もうすでに聴力を失ってましたね。音楽家にとってですね、視力を失うより聴力を失うことの方がですね、より大きな障害かもしれませんし、実はベートーベンはですね、失恋してですね、自殺を決意して遺書まで書いたんですね。で実際に遺書をですね、何人かの友達に送ったんだそうですよ。その後ですね、立ち直って運命を作曲してます。これですね、要するに過酷な運命がですね、押し寄せてくる、奈落の底に落とされている、そして逃げ惑うといいましょうか、恐怖におののいているような、それでこのものすごい速いテンポでですね、運命、過酷な運命が次々に襲ってくるという、そんな状況がですね、まあつまり彼自身のですね、状態をですね、表現していると思うんですけど、ところがですね、第4楽章ではですね、こんな風になっています。第4楽章ではですね、全く雰囲気が変わってます。
この辺で止めておきましょう。つまりですね、この過酷な運命であってもですね、この第四楽章ではですね、逆にこれは勝利者のですね、マーチというか、あるいはその勝利者を称えるような、そういう音楽になってますよね。過酷な運命をですね、克服してですね、自分が勝利者になる、あるいはですね、皆さんに勝利者になってほしいと、そういうふうなことをですね、彼は表現したかったんじゃないかというふうに思います。で、このですね、実はですね、こう大事なことはですね、このフランクル先生、この3つの価値の中でですね、実はですね、最もですね、態度価値、つまり態度価値が最も尊いって言ってるんですね。つまりノーベル賞級の科学的な成果だとか、その歴史に名を残すですね、その芸術作品、あるいはですね、オリンピックだとかワールドカップでこの金メダルを取るよりもですね、そのいろんな逆境に直面してですね、それにどういった態度を示すか、その非凡な態度こそがですね、最も尊いって言ってるんです。ですから我々はですね、そういう逆境に対してですね、それを、そのどういう態度を示すかによってですね、ある意味人生の勝利者になれるということです。人生の勝利者、全てがですね、私たち人生のゴールドメダリストになれますよということです。しかしそれは態度いかんですからね。でそういうのを実際にですね、実現するのは右脳だということですね。これちょっとですね、この愛別陸っていうのがですね、これはちょっとこれは仏教の教えですよね。仏教で四苦八苦っていうのがありますね。生老病死4つですね。それから四苦八苦、八苦の中の一つです、愛別陸。これはですね、愛する人とですね、いつかはですね、別れなければいけない苦しみということですね。その逆がですね、恩憎を得くっていうのがありましてですね、嫌いな人とですね、顔を合わせなきゃいけない苦しみがあるというふうにも言ってるんですけどもね、この愛別に、例えばですね、私がですね、私が死んだ後ね、いつか死ぬわけですから、その自分の家族にですね、私はこういうふうに思ってたということをね、感謝してるというふうなことをですね、家族に書き残して、で私が死んだ後読んでもらえるように、そういうことができますね。皆さんの中にそういうことを知ってる人いるかもしれない。実はですね、もう一つですね、実はその私たちが大事にしている人が、私よりもですよ、私が大事にしている人の方が先に命を絶たれることもあるわけですね。でその人にですよ、例えば自分がですね、人生がその人の自分の人生によって、その人の存在がどれだけ大事であったかということをですね、伝える前にその人の命が絶たれたとして、これは一生悔いを残すことになります。ですからそうならないようにですね、常に定期的にですね、皆さん感謝の気持ちを伝えておいてください。ある時急にですね、そういう話をするとですね、聞いた方はもう自分の命は短いのかと思われますから、思うかもしれないんで、これはですね、その家族のお互いの関係性なんです。でもやはりそういうふうなこともですね、常に考えておきましょうということですね。さて、私はですね、仏教徒ではないんですけど、最近ですね、仏教的なですね、考え方になってきてるんですね。